あーちょやられた1回でいいんだよってね、ショート動画であのコメントいただいたんで、やられた1回にしていきたいんだけど連打しちゃうっていう病気なんでしょうね、病気なんでしょうね。はい、本日のワンポイントアドバイス、ポーランドではクリスマスに鯉を食べるらしいです。クリスマスね、ぼっちでお過ごしの方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ローラのコラを使ってガチのね、エリアをやっていきたいと思います。2枚、あー持ってかれた、2枚やったけど持ってかれてしまう。ガチのエリアをやっていきたいと思います。で、まあ、S プラスの1に上がりました。早くも1に上がったんで、なんとかねサクッと10まで行きたいというところではありますね。どうなんだ、もう早い人だったら10とか余裕で行っちゃってんのかな。うざ、ワンパやなあいつ。あーやっちまった、何もせずここまで来たのにやっちまった。一応ね受け身なんで、まあギア開けしながらやってんすけど、やば、受け身を生かしていきたい、頑張って。あ、ドリンク取ってない判定出た、マジか、やばい、これやばいな、飛んだと思ってたら飛んでないみたいな、初心者かよっていう、やべ、もう塗りてえよ、塗りてえよ、ぶっかました。あーあーちょやられたら1回でいいんだよってね、ショート動画であのコメントいただいたんで、やられたら1回にしていきたいんだけど連打しちゃうっていう病気なんでしょうね、病気なんでしょうね。やりー、このさ、もう新しいさ弓マジうざいんだけど。あーもう頑張って塗ってほしい、今2枚いないんだよ。いやー臆病だな、臆病だな、わしず岩尾、意外と臆病だな、わしず岩尾って感じだな。思い出したかのようにネタをぶっ込んでいく、いやうぜえマジで、もうしねえよマジで、もう何やられた、ふぅって感じ、フー&フー、何言ってるか何やってるかもよくわかんないけど、なんとか勝ってる。まあ言うて、まあ、X 体でブイブイ言わした男なんで、帰っていくー、ふー、オーケー、何が何だかわかんないけど勝っていきました。そう、こんなところで負けるわけにいかないんですよ。ああ、しっかり着実に上げていきたい。ちょ、ギアね、開けながらも、勝ててるんで、それは成長できてるんじゃないかなっていう。まあ今味方が強かったですね。誰かわかんないけど、ボトルかな？何かわかんないけど強かったんじゃねえかなっていう。微妙ですよね。ただね、ギアやっぱギア開けしながらやると、ジャンタンのちっちゃいやつ2個とか、イカ速のちっちゃいやつ2個とかの、いかに大事かっていうのがわかりますね。ちょっとあのギア変えてみると、ギアの効果っていうのを実感できるので、すごいいいんじゃないかなと思いました。皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。